本作御来号は72歳で粒子が挑んだ富士登山中に見た日の出の光景を作品化したものですそれまでも粒子は富士山に2度ほど登っているものの毎回の雨天で山上での日の出は経験したことがなかったようですこの作品を描いた年の登山では3度目の正直ということわざをかけて富士山に挑んだと粒子は述べています 劉氏の三女紀子と俳人深川翔一郎洋画家鶴田五郎が同行したこの富士登山ははじめバスで出発し5号目から宿泊する7号目の山小屋へと向かう最中にまたしても雨が降ってきたそうですしかし翌朝には晴れて劉氏は富士山で御来後を拝むことができました 日の出前ともなれば、横雲は紫になって、雲海は銀色の揺らめく波のごとく、日輪の出るあたりは金砂が川舞鷹のようだと、その感動を劉氏は伝えています。感動の一方で、山小屋に到着した際、深い交流のあった日本画家、河合玉堂がなくなったことが劉子に伝えられています。 河合玉堂の遺族から葬儀委員長を依頼された流氏は下山するや否や玉堂の葬儀を取り行っていますこのエピソードから御来合という題名はただ単に山の上で日の出を見たことを意味するものではないと考えられますすなわち御来合は極楽浄土へ導くため死者のところに阿弥陀仏が 雲に乗って迎えに来ることを指しており隆主は荘厳な日の出に極楽浄土へと導かれていく玉堂の姿を見出そうとしたのではないでしょうかまた制作にあたっては昨年は渦潮と題して海を描いたので今年は空を使ったと隆主は述べており朝焼けに染まる空を 画面に色鮮やかに表しています。しかし、雲海から白馬が生まれ、勢いよく走り出そうとする光景は、従来の富士山を描いた日本画からは考えられないような構想で、粒子の独創性が全面的に発揮された一作となっています。この雲海から生じる馬は、ギリシャ神話の暁の女神エオースが、 二頭の馬が引く、戦車に乗っていることから構想したものだと、粒子は語っています。富士山で見た日の出から、ギリシャ神話を表すという。七十歳を超えても尽きることのない粒子の想像力には、驚かされるばかりです。